皆さんこんにちは、のらんです。いや、動画めっちゃお久しぶりですけれども、今日はねちょっと急遽動画を回してます。というのもですね、本日9月15日金曜日からまた年に一度の例のものがね始まったので、早速ご紹介をしていきたいと思います。はい、ハッピーセットのリカちゃんです。マクドナルドのねハッピーセットの季節がやってきました。毎年ね、だいたいこの夏明けのこの時期に、男の子用はトミカプラレールで、女の子用はリカちゃんっていう風でね、あのタカラトミーさん期間があるんですよ。でもリカちゃんはどうだろう、5年ぐらいかな、あの続いてるんですけれども、なんやかんやね多分毎年買ってます。でも去年は確かほんのりとしか買わなかったんですけど、今年はちょっと久々にね開幕ダッシュしてまいりました。でまあとはいえね、コンプリートできたらいいなぐらいの、あのふんわりとした気持ちで買ってきたんですけど、今朝2つ買って、で朝のハッピーセットが終わる直前10時半ぐらいにもう2つ買ったら、なんとダブりなしでね、おそらくコンプリートしたんですよ。これ実はね、ハッピーセットマニアの方ならご存知なんですけど、だいたいどのハッピーセットもこういう風にね、袋のところに数字4桁のこの数字が書いてあるんですね。でこの数字で実は中身がちょっとね分かっちゃうっていうのがありまして、未開封の状態でもダブってるかどうかっていうのをね、ここでね確認できるんです。番号が一緒なら同じものが入ってるし、違えば違うものが入ってるんですね。でこの番号確認したらね、4つ買って4つ違う番号だったので、多分まだ開けてないですけど、多分中身違うと思うので、早速開けていきましょう。まあどこに何入ってるかはね分かんないので、番号若い順からいこうかな。はい、ではまずこちらからいきましょう。さあさあ、こうハッピーセットってねすごくお得ですよね。ご飯も食べれておもちゃもついてくるので、そしてこのね開封の儀がやっぱワクワクしますね。はい、いきますよ。1個目、じゃーん。ちょっとまず1人目なので紙を見ていきますね。あれ、なんかこんなこと言うのあんま良くないかもしれないですけど、ちょっとコストカットされた、あの紙がなんかあのツルツルの紙じゃなくて普通の上質紙みたいな紙になってペライチになった気がする。ちょっと紙をコストカットされている気がしなくもないですが、まあいいや。はい、今回今ですね9月15日から9月28日の2週間か、2週間は第1弾ということで、スーパーロングヘアリカちゃんがついてくるんです。これはね、前とその前かな、ここ2回ぐらいね、あの続いてるこの地毛シリーズなんですけれども、今回のポイントはスーパーロングということで、髪がね、すごく長いのが売りになってます。で、まず今回1体目が、パープルリボンプリンセスリカちゃんですね。早速じゃあ開けていきましょう。めっちゃ長い。ほらほらほら。ね、この床までつくぐらいの長い髪の毛ですね。そんでね、このポイントその2がツートンカラーなんですよ。この薄ピンクっぽい色とパープルの2色使いのね色になってるので、例えばねこう三つ編みとかしてもすごく可愛いと思うし、この色でうまく分けてねアレンジとかしても可愛いんじゃないかなというふうに思います。で、パープルリボンプリンセスリカちゃんですけど、その名の通り、おリボンが紫色。で、こちらのウエストのリボンも紫色ということでね、紫ベースにこの薄グリーンのね、ドレスですごく可愛らしいデザインになってます。で、今回の第1弾の子は、地毛シリーズの代わりにお着替え要素はないので、ドレスはもうこのまんまっていう感じになってますね。いや、すごい可愛いね。パープルなのでね、ちょっと品のある感じのデザインになってます。はい、じゃあこちらが1体目ですね。よし、じゃあ次行きましょう。じゃーん。あ、可愛い。
はちょっとタイプかも。この子はローズプリンセスリカちゃんですね。あ、かわいい、かわいい。え、ちょっとかわいいね。この子タイプだな。はい、まず髪の毛は薄紫と薄緑のミックスカラーになってます。ちょっとね、珍しい色の混ぜ方ですよね。で、ローズと名のついてるように、このね、頭についてる大きいおリボンの部分が、真ん中にバラの花があしらってあります。で、お胸のところにも赤いバラですね。バラのモチーフが基調となっているデザインですね。ローズプリンセスリカちゃんです。ね、このね、薄緑っぽい色、私すごい好きなんですけれども、このね、髪の毛の色のリカちゃん、ちょっとレアですよね。めっちゃ可愛い。いいですね。ドレスはさっきの子に比べると、ちょっとストーンとした、まあ非常にベーシックな形の、あ、でも、ちょっとね、こう、ひらひらの部分がアシンメトリーになってて、おしゃれなんじゃないかなというふうに思います。うん、すごく可愛いです。じゃあ次、3体目いきたいと思います。じゃーん。あ、ツインテールだ。よ。はい、次は、ハートツインテールプリンセスリカちゃんですね。おー、ツインテールだけど、スーパーロングということでね、長い。あー、これはでもちっちゃい女の子好きそうなデザインだな。可愛いですね。髪の毛の色は水色とレモン色のツートンカラーになってますね。すごい夏のお嬢さんみたいな爽やかなデザインですね。これはなんかね、三つ編みとかでね、ちょっとくるんとしたり、いろいろヘアアレンジがすごい可愛い。アレンジいろいろできそうなデザインですね。で、今回がハートツインテールプリンセスということで、こちらの髪留めの部分が、ハートの形になっているのと、ウエストのリボンの中央にもハート、あとお裾にもね、ハートのモチーフがついています。かわいい。いいね。夏っぽいね。うん。すごく爽やかでね、元気な感じの色味になっているんじゃないかなと思います。さあ、最後行きましょう。4体目。どんな子かな？じゃん。おー！ある意味、一番王道なのか？ねえ。はい。この子が、ピンクティアラプリンセスリカちゃんになります。この子も一応ツインテールだけど、まあちょっとね、ラインが下目で結んであるので、そんなに幼い感じがせずにね、お姉さんっぽい感じのシルエットになってますね。で、ピンクティアラプリンセスリカちゃんということで、ピンク色のハートモチーフのティアラがここについています。あ、でね、髪の毛の色はちょっとわかりにくいんですけど、オレンジと山吹色のね、ミックスみたいな。いいね、この色すごいかわいい。自然なツートンだね。あんまりそのツートン感は少ないんですけど、なんだろう、リアルでやっても綺麗なんじゃないかなって思う色味のカラーになってるので、すごいナチュラルに綺麗な、なんか美味しいオレンジジュースみたいな感じの色になってます。でね、髪の毛の色もまあそれに合わせて、なんて言うんだろうな、コーラルピンクというかね、ちょっとオレンジがかったピンク色みたいなお色で、すごく品のある色味ですね。ドレスもあの紫色で、あんまりこうビビッドな感じではないので、王道だけどそんな幼い感じもないね、あの可愛らしい、まあある意味リカちゃんっぽいリカちゃんなのかなという感じがします。はい、以上4体で揃いましたが、いや可愛いね。こう毎回思うんですけれども、よくこんだけね、まあある意味同じお顔で、いろんなこうカラーリングとかデザインでね、表情を変えてくるよなっていう感じがしますね。このスカートもさ、一個一個ちゃんとデザインをちょっとずつ変えることでね、全然雰囲気が違う。やっぱね、この子とか、あ、そっか、この二人も結んでる場所は微妙に違うんだな。この子は完全にポニーテールの場所にあるので、ちょっとお姉さんっぽいね感じもするし、この子はやっぱさ、このねサイドポニーなので、
ちょっとこうお姉さまっていうとあれですけども、若干気が強そうな感じのシルエットにも見えるし、すごい全然ねタイプが違っていいんじゃないかなというふうに思います。これねヘアアレンジを楽しんでねって書いてあるんですけど、私もったいなくてこれヘアアレンジできないんですよね毎回。まあでもねこの髪の毛、あの普通のリカちゃんとかいわゆるドールの髪の毛と違って結構細くてテロンテロンなんですよ。しょうがないんですけどね、もちろんおまけでついてくるおもちゃなので。なのであのねやっぱねすぐね結構ダメになっちゃうんですよこの髪の毛が。だからねあのあちょっとダメになりそうだなって思ったら、むしろ早めにアレンジをしてもう固定にしちゃった方がいいのかもしれない。三つ編みとかしっかり三つ編みしてね、もしくはもうしっかりメンテするっていう風がいいのかなというふうに思います。それこそしっかりあのなんだディスプレイボックスみたいなのであのしまっておいたりして、でお子さんがもし遊ばれるようなお家だったらもう早めにお母さんがねあの三つ編みなりギュンギュンにして、あのそうそうほどけないようにしてあげた方が長く楽しめるのかもしれないですけどね。いやーでもね初日で全部揃うとは思わなかった、本当嬉しい。まあなんでね2週間あるのか、でまた2週間後今度はね第2弾買おう、ここまで来たら買おう。第2弾はねシークレット一体やって5種類ありますので、ちょっとねまた頑張ってハッピーセット食べたいと思います。あと実は明日から3日間3連休は DVD がつくんですよ。なのでまあコンプリートしたんですけどダブルの確定ですが DVD 欲しいのでもう1個だけハッピーセット買おうかなと思ってます。ということでね今日はすごいあの速報版みたいな動画になっちゃったんですけど、取り急ぎね、皆さんにご報告したくてリカちゃん開封してみました。本日はマクドナルドハッピーセットのリカちゃん第1弾の開封動画になりました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。